に寝てください。はい、はい、カロワッサーっていうあのヘッドマッサージ用のカロワッサーハールワッサーハールワッサー、はい、っていう名前の、はいはい、ちょっとすっきりする、はい、ちょっと清涼感のあるトニックになります、はい、夏にはいいですよね。そうですね、はい、じゃあちょっとやっていきます。開けていきますね、はい、あー冷たい、あーやっとしますね、はいはい、あーなるほど、はい、痛いとこって気になるとこないですかね。はい大丈夫です。はい、うん、シューってやるやつの匂いしますね。あ、はい、あ、そうですね、メントール香りが入ってるので、はい、ヒノキチオールと唐辛子チンキとメントールですね、うん、シャンプー強めのシャンプーされてるみたいな感じですね、うん、はい、そうですかね、そうですね、うわ、これはこれですごく気持ちいいですね、うん、うん、香りがスースーしながら、はい、頭をガシガシマッサージされてるんで、はい、なんかいろんなことを、はい、考えますよね。そうですか。考えちゃいますか。はい、今から頑張ろうみたいな感じになりますね。いい感じで考えた、はい、すいません。おでこ？はい。これはどんな効果があるんですか？あ、これまあそうですね、まあ、頭のこりをほぐすのもそうですし、うん、目の疲れを取ったりとか、はい、目がね、そんなパソコンやるとかじゃないけど、はい、やっぱスマホと、はい、あとあの紫外線に私結構目が弱くて、はいはいはい、ちょっと下げますね。毎日家帰ったら目が痒くなるんですよ、はい、だから眼鏡かけたりサングラスするようにしてるんですけど、あ、直接やっぱり、はい、うん、ね、紫外線ってそんなんじゃ、うんうんうん、最近は、うわー、痛かったですか？うわー、まあ、目が疲れてるからですかね。疲れてんだわ。はい、そんな、あー、おめさ、うわー、まあ、響きますよね。気持ちいい、これは気持ちいい。じゃあ、いった今、はい、リラックスしてる場合じゃないですね。戦いだこれは。結構眉間にしわ寄せる癖ありますね。すんごいある。だからですかね、開いてあげた方がいいくて、痛っ、凝ってると痛いです。痛っ、ああ痛い、わー痛い。うわー、そこはすごい気持ちいいんですよ、はい、そっち目の周りとかがね、気持ちいい、そこはすっごい気持ちいい、あー気持ちいい、すーすーっとしますね、うん、ね、気持ちいい、はい、あーいいですね、あーその後ろ側すごい、すごい流れる感じ、うわ、脳みそまで響いてる感じがしますよ。ああ。気持ちいいですね。
いい、気持ちいい。いい、なかなかね、うん、美容室でもここまでやってくれないですもんね。まあ、割とさらっとですね。はい、いい。すごくいい。良かったです。顔もやってくれるんだ、うん、あ、うん、痛いですね、うん、あ、骸骨が痛い骸骨が痛い、重いですね。あ、骸骨が痛い。左の骸骨痛い。痛い。骸骨が痛いっていうのも珍しい。骸骨が。いけますね。涼しい。疲れることも、目が疲れてるとね、頭皮も出ますから ね、うん、ね、これは頭にいいやつですか、うん、それ髪の毛にいいやつ。あ、どっちかっていうと頭皮ですね、うん、髪の毛よりも頭皮の、頭皮を清潔にしたりですとか、うん、血行を良くするっていう働きですね、うん。あー気持ちいい。硬い。硬いですか？音がすごい。あ、そうなんだ。空っぽな音？いや、硬い音ですね。硬い音。コンコンしてる。うん、痛いですもん。痛いですよね。やっぱ柔らかさがないのでツルツルしちゃってますから。ツルツル、はい、この硬くてツルツルしてるんですか。そうですね、なんかこう本来であれば木魚、こう柔らかさが、あの、沈み込みがあるべきなんですけど、はいはい、こうピンと張っちゃってるような硬い感じになってるとツルツル、ツルツルで硬いってもう木魚じゃないですか。うわー、硬いとこ痛いですね。痛いですね。右より左が ねありますね、凝りがね。右目を使ってるとかそういうこと。あー、ま、なんか眼鏡の当たり方だったりとかも考えられますね。この辺だと側頭部なんでとかもあるし、まあ、あの噛み癖だったりとか、まあ、そういうものも影響しますよね。よく右で噛んでたらとか、うん、左で噛んでたら、今だったらそうです、そうだと思います、はい。噛み締めがあったりとか、ズレが顔の歪みでこうちょっと出たりとかでも凝り方が出ます。ちょっと今ほぐれていきましたよね。ああ、そうそう、うん、ちょっと音が変わって、ちょっと湿ったような音っていうか、本当だ、はい。おお、この辺とかや結構柔らかい。そうだ、いった痛いなな。その右側の、はい、あ、こっちが痛い、痛い、痛いですね、うん、なんか左硬いです。すげえ痛そこ痛いですね。あー、すごい。うわー。あー。
気分がすっきりしそうな、あ、いた、いた、こんなに痛いんだ、凝ってるっていう、うん、凝ってますね、なんかこの辺とか、うん、カクカクしてる感じがあります。いや、言ったら腰とか肩とかと同じことですかね、うん、そうですよね、凝り固まってるっていう、そうですね、そうです、わかんないですもんね、頭なんて。わかんないですよね。頭痛ってもう二日酔いの時ぐらいですもんね。だ、確かに。結構おっしゃったように、その目の使い方とかでも、はい、なんか左右の声が でかったりか違ったりとかあります。凝ってて頭が痛くなるってないですもんね。あ、でも緊張型の頭痛はありますよ。そうなんだ。肩こりが広がってきて。あ、その肩こりからくる。うそうです。頭も硬くなる。髪の毛生えてきそうですね。ふさふさなのに、はい、またありますけどね。左の方が硬い感があるかも。いっと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 、痛い。残ってますね。良くないですね。良くないですね。柔軟な考えができなさそうな。そうですね。こっちだとそうですね。硬い考え方しかできなさそう。柔軟そうですけどね。座っていただいた状態で頭やっていきますので、はい、こちらがやっていきますね。はい、そう、スースーが頭に染み込む。はい。うつ伏せとかになった方がいいとかないですか？大丈夫ですよ。はい。座ってやります。染み込むな。重力でそのスースーが落ちてきてるような。落ちてきてる感じ。やりますね。あ、肩をね、ほぐしますね。はい。少し前に行っていただいてもいいですか。はい、ああ、うわ、そうやるんですね。よし。ちょっと辛いですか。強いですか。いや、あの、はい、こう来るかと思ったらこう来た。想像がいないですね。あの、はい、多分気持ちいいんだと思うんですけど、うんうんうん、頭のスースーの方が強すぎて入ってこない感じですか。いや、その頭の気持ちいいんですよ、スースーで。スースーの皮膚からの感覚の方が強すぎて、はい、その肩の感覚が入ってこない。
感じ。いい感じですわ。おお。これ夏はすごいいいですね。涼しい。そうですよね。冬は寒そう。あいただいてもいいですか。ちょっとずれない下に、はい、あります。あーいいですね。入ってる入ってる入ってる感じ。なんかヒューって言ってました？ん？ヒュー？ヒューって言ってました。ヒューって言いながらやってました？やんない、言わないです。え？手の音じゃないですか？これですかね。ヒューって言う。お疲れ様です。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。